中央大学サッカー部主将の井上茂です。監督の宮澤正史です。よろしくお願いします。リーグ戦に対する目標だったり、なんか近いところでの目標っていうのが多いのかなっていうふうに個人的には思ったりしたんですけど、その中でも先を見てたり、あとは結構多かったなって思ったのは、こうなんかでかい男になるとか、たくましくなるとか、そういうの多いなと思って。感とかでは、はい、感だった、感結構いたり、あの印象的だったね。うん、意外とみんなそんなように思ってるんだなっていうのが、うん、俺の中であって、まあそんな感の人ばっかりになれば、うん、いいチームになれるのかなって個人的には思ったんですけど、うん、どうですか皆さん。それ俺も思ったね。感がなんでこんなイメージ。まあ中大ね、あの真面目でおとなしい選手が多いんだけど、そうです、うん、いやいいなっていう感じが見てたかな。面白かったっていうか、いいな、まあ、ふざけてんなって思ったのがタコトリ俊也がリラックスってどういう意味なんだろうな。いいわけですね、うんうん、もうリラックスしてるんですけどね、十分十分ね、 しすぎだと思うんだけど。俺が印象に残ってるのはケイトのアウティーを感じ、ふざけてるね、はい、ふざけてますね、うん、でもまあいい目標なのかなって、うん、個人の目標としてはまあいい目標なのかなと思うんですけど、まあでもふざけてますね、うん、はい、軽いね、許せないです、うん、そうね。あとはまあ自分が幸せになるというよりかは、応援してくれてる人とかっていう人を幸せにしたいっていう思いの選手がいたんで、まあ、それはすごいいいなっていうふうに感じたかな、うん、まあ、あとはスタジアムを緊張に染めるっていうのもあったんで、うん、まあ、それはやっぱ学生スタッフならではの意見というか、うん、目線だし、やっぱ俺らもそうあってくれればよりパワーが出るのかな、試合中にっていうふうに思うので、すごいいい、うん、あれだなっていうふうに思ったんです。学生スタッフ良かったね。良かったっすね、うん、みんな、うん、いい感じで、スペシャルワン以外は良かったです。いや彼はスペシャルワンでしょ。もうすでにってところあるんですけど、ね、うん、彼はもう、はい、うん、大丈夫、彼はスペシャルワン。でもやっぱなんか大人な目線というか、うん、選手とはまた違った目線の意見もあったりして、うん、すごいいいなと思います、うん、さっきも言った話で言うと、やっぱ男になるっていうのが多いってことは、まだそうなりきれてない選手が多いっていうことでもあるんで、やっぱりそういう選手が増えていくことで、高しいチームになるじゃないですけど、まあ、男らしいチームになっていくのかなっていうふうに思うんで、まあ、逆に言えばそこは足りないところなのかなと思って、やっぱ一人一人がそういう意識を持ってやれば、よりいいチームになるのかなっていう。他の大学見てると一部のチームってそういう選手が多い。そうですね、うん、あの元気があったり、うん、体がぶつかったり、そうです、ね、まあ声もでかかったりとか、まあ、そういう部分で我々が足りなかった部分が、まあそういう影響を受けて俺らも成長してるっていうのはすごい感じて、よりこれね、成長曲線をもっと右肩上がりに、ね、上げて、たくましいチーム、選手になっていきたいな。そうですね。はい。昨年、まあ、中央大学の監督に就任してから、まあ、去年はリーグ戦2部だった、ね、でもう来年、まあ、今年日本一になるために、去年ずっと やり続けてきた、ね、選手を成長させて、まあ、リーグ戦でみんな頑張ってきたというところがあるので、まあ、今年にかける思いというのはかなり強い。まあ、出てたメンバーも、ね、3年生中心で、チーム作りはしてきたんだけど、まあ、今4年生がすごい頑張ってくれているので、まあ、今、井野が言ったけど、やっぱり学生スポーツなんで、やっぱみんなで取り組むということが大事だし、同じ目標に向かって、同じ夢に向かって、ね、みんなで積み重ねていくことっていうのが非常に大事だと思ったので、
まあ、そういう部分でもチーム一つになって一体となって戦うというところを、まあ、重点的にやってきた、まあ、それをやっぱり結果に結びつけたいという思いで、まあ、みんなもやってきた。そうです、まあ、今年、そういうチャンスに、ね、あのみんなが頑張ったからこそもう少しで勝ち取れるところまで来ていると、まあ、ここからは勝負かなというところだと思います。やっぱ去年も日本一目指してやってたんですけど、やっぱちょっと遠いところにあるなっていう感覚がやってる中でもあったんで、やっぱそういった意味では今年はすごいいい位置にいるというか、本当にもう目の前のところまで来てるなっていうところはあるんで、まあ何としても取りたいですね、うん、チャンスをつかむかどうかっていうのはね、そうです、もうみんな次第、うん、俺ら次第っていう、そのためにもさっきの個人の目標じゃないですけど、もう一回りチームとしても個人としても大きくなる必要があるのかなっていうふうには思います。個人が成長すればチームも強くなるだろう。そうです、でチームも強くなれば個人も、ね、成長できる、もうお互い両方あると思う、まあ、そこはまあ日頃の練習かなと思って、どう取り組んで、ね、どういう内容で試合ができて、ね、どういう結果に結びつけていくか、まあ、そういうところを、まあ、去年から土屋が続けてきた、まあ、その積み重ねを、まあ、結集してね、結果を出す、やっぱ強い意志とか意欲だとか、そういう部分も大事で、中大魂っていうものを体現できるか、そうですね、だと思うんで、はい、あの全国の舞台でね、はい、俺ららしい勝ち方で大体取りたいですね、うん、そうだね、まあ、これは個人的な思いになっちゃうんですけど、やっぱり学生であるうちに日本一になりたいっていうのがあって、やっぱりこうチームとして協力してやってって日本一になるっていうのは、またプロになった時の日本一とは違うものがあるっていうふうに自分は思ってるんで、まだ個人的には日本一に小学校からサッカーやってるんですけど慣れてないんで、やっぱりどうしても今年タイトル取りたいっていう思いは個人的にはあって、まあそうですね、後悔ないように残りやっていきたいって思ってます。自分が 1、2年生の頃に比べると事業本部ができて、やっぱいろんな取り組みをしていったり、いろんな企業さんから応援してもらってる中で、環境も少しずつ変わってきたなと思うし、やっぱ環境が変わることで選手一人一人の意識というか、やれることも増えたし、そういう部分もだいぶ変化してきたと思ってて、ただやっぱりどうしてもまだプロにはほど遠いですし、大学の中で見てももっといい環境でやってる大学も多いんで、まあ、まだまだ成長できる部分はあるのかなっていうふうには思います、はい、事業本部に関しては非常にいいなと思って、見てました。で、去年来てどんな感じなのか、まあ、あの影からだけどどんな感じかなと思って見て応援はしてたんだけど、あのすごい学生スタッフが前向きに、中大サッカーの旅に取り組んでたなっていうところが、まあ、その積み重ねでだん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 良くなっていったっていうところがあると思うんで、まあ今日野言ってくれたけど、まあ、環境の面ハード面のところで学ばなくて、他の進行大学に比べたらね、まあ、あんまり昔と変わってないような状況だと思うんで、まあ、そこは改善の余地はあると思うんだけど、事業本部の取り組みに関しては引き続き、これからも頑張っていってほしいなと思います、はい、事業本部の人たちは暑いですからね。いや、めちゃくちゃ暑い選手より暑いんだ。そうなんですよ、それはどうなんだって思っちゃうんですけどでも本当にいい人材って言ったらですけど、うん、いい人が揃ってるんで、うん、まあ、役割ってあるからね、チームの中に、はい、
のピッチ外のところで働いてくれてる人たちがどれだけ、ね、苦労してどれだけの人がいるかっていうのを選手は理解して、やっぱり感謝の気持ちを忘れちゃいけないし、その人たちのためにもやっぱりピッチで結果を出すっていうのが、まあ、選手の、ね、まあ、役割だと思って使命だと。そうですね、うん、そこは理解して忘れずに頑張らないといけない。うん、まあ取り続けるっていうところ、もちろんどうかな、うん、やっぱり、一つ取ると他のチームはそうやって見てくる、ね、それに対して、勝ち続けられる上昇軍団になれるかっていうのが問われると思う、ね、やっぱり、J リーグ見ててもそうだけど、連覇って3連覇するのがすごい大変なんですよ。4連覇ない、そういう意味では、まあ、あの選手も入れ替わってくるから、で指導者も変わってくるだろうし、その中でもやっぱり勝ち続けられる中央大学サッカー部っていうのを作りたいっていうのが俺の中での夢ではある、ね、まあ、あの新興大学出てきて、ね、環境もいろんな面で、もうお金かけてやってきてくれいる中で、その中でも伝統ある高校の中央大学サッカー部がいかに勝ち続けられるかだと思う、ね、でいろんな、まあ、新しい新人のね、いい選手が入ってくるんだけども、その中でもやっぱりどの大学に対しても重大なプライドを持って勝ち続けられるかどうか、うん、だと思う、ね、と日本一例えば取れたとしても、やっぱりそこに満足することなく常に向上し成長する気持ちを忘れずに、そうするとやっぱり、学生としても人としてもサッカー選手としても成長すると思う、まあ、そこは目指したいなって思ってます。そうですね、いや自分も一緒です、あの勝ち、うん、やっぱり一回日本一を取ることで、それを経験したことによってさらにいいチームになると思うので、また仮に今年日本一が取れたとしても、まあ、図抜けて強いっていうわけではないんで、やっぱそこまで中大を持っていけるきっかけにしたいなっていうふうに思いますし、まあ、あとは大学生だと天皇杯も出れるんで、やっぱそこでもインパクトがある成績を残せるぐらい強いチームにこれからなっていきたいなっていうふうに個人的には思ってます。もう卒業生だやっぱり中大サッカー部であったっていう誇りっていうのを持ちたいかなっていうのは OB になってほしいので、常にやっぱり、いろんな方から応援されるようなサッカー部になりたい、うん、いつになってもそうですね、そうですね、まあだからより中大が強くなっているためにも、なんか やっぱりまだ足りない部分は多いのかなっていうふうに個人的には思っていて、まあ、バスサッカーというか、まあ、見ていて気持ちのいいサッカーじゃないですか、中大のサッカーって。でも、まあ、中大の練習でグラウンドで練習したりしたら、もうゴロでパスが通らないとか、さっきも一番最初に言ったんですけど、事業本部の人たちがこういっぱい観客席を緊張に詰めようとかしてる中で、全然観客席の設備が整ってなかったり、男になるっていう意見が多かったんですけど、そもそも筋トレの施設がなかったりそれはいろいろかもしれないですよね、それもあるね。まあだからそういった意味で言うと、やっぱり今回のトークこれからさらに強くなっていく中大を一緒に作っていくじゃないですけど、やっぱまだまだ足りない部分が多い中で、俺らも持ってやらなきゃいけないけど、やっぱりそういった上に支援していただけると、そうやって一緒に作っていけるとすごい、なんだろう、ありがたいし、で
やっぱより中央大学のサッカーというか中央大学サッカー部を好きになってもらえるかなと思うんで、まあ、ぜひ多くの方に多くの方と一緒に作っていけるといいなって思います。